島根県浜田市港町国道9号線沿い。麺屋一番夢タウン浜田店に向かいます。夢タウン浜田店の3階にあります。オーダーはカウンターで前金です。お水などはセルフです。できたらこれが鳴って知らせてくれます。今回は一番セット札幌味噌ラーメン半チャーハン餃子付きを注文しました。半チャーハンなのにかなりの量です。麺は中細縮れ麺でよくあるタイプです。いただきます。セットは小食の人には食べきれないほどの量です。餃子はニンニクが少し効いてて美味しいです。これは別の日に食べた豚骨ラーメンとちゃんぽんです。ここで雨水を。 そうです。
はい、はい、
浜田市ドンチッチタウンにある老舗の福神楼に来ました。午前11時から夜までのノンストップ営業です。ラーメンセット、ラーメンと半チャーハンのセットを頼みました。昔ながらのラーメンという味でした。チャーハンも美味しかったです。島根県浜田市長沢町のちゃんぽん楽市に来ました。失礼します。メニューは豊富です。このお店はちゃんぽんがメインなのでしょうが、今日はセットメニューからラーメン餃子セットを注文しました。ラーメンは3種類の味から選べます。今日は豚骨味にしました。いただきます。ラーメンがとても美味しいです。餃子もとても美味しいです。ごちそうさまでした。島根県江津市ラーメン屋楽市に向かっています。楽市に到着しました。
国道9号線沿いです。失礼します。今日は焼き飯セット、塩ラーメンと半チャーハンのセットです。半チャーハンといっても結構なボリュームで、全部食べれるか心配でした。いただきます。とても美味しかったです。国道186号線沿いにある島根県浜田市金城町のメンズ磯部に向かっています。メンズ磯部に到着しました。場所的にはポツンと一軒家みたいなところにあります。コスパは最高に良いです。今日はラーメンとお昼のタイムサービス、ご飯とお漬物と餃子5個を注文しました。チャーシューはしっかり味がついていました。餃子はこのお店独特の味で美味しかったです。ラーメンをいただきます。あっさりしたスープで美味しいです。ごちそうさまでした。島根県浜田市浅井町ラーメン食堂ゆうくんとこへ向かっています。ラーメン食堂ゆうくんとこへ着きました。ここはパチンコ店に併設されているんですが、11時の開店と同時に満席になっていたのはびっくりしました。ラーメンは単品、定食ともに尾道ラーメンがベースです。今日は揚げ餃子定食を注文しました。
餃子がパリパリに揚がっていました。いただきます。美味しいです。島根県江津市加久志町、中華料理花柳に向かっています。中華料理花柳に着きました。ラーメンセット、醤油ラーメンと焼き餃子のセットを注文しました。他にもメニューは豊富にあります。最初ラーメンとチャーハンのセットにしようと思いましたが、とても食べきれないと思ったのでラーメンと焼き餃子セットにしました。いただきます。美味しいです。ラーメンセットは通常900円ですが、ランチタイムに行くと780円になり激安です。島根県浜田市、道の駅夕日パーク浜田に向かっています。道の駅夕日パーク浜田に着きました。日本海がとても綺麗です。食券を買ったらカウンターに出さずに持ったままで良いそうです。豚骨ラーメン単品を注文しました。ゆで卵がいいですね。いただきます。豚骨味の定番っていう味です。
島根県浜田市八田町の台湾料理万世に来ました。お得なラーメンセットということで、豚骨ラーメンと焼き餃子のセットを注文しました。夜なので店内は宴会の方でいっぱいでした。ラーメンの麺は意外と細麺でした。餃子は私好みの野菜も入ってて美味しかったです。いただきます。豚骨ラーメンが美味しいです。感想としては、増田市の台湾料理のお店名酒に店内の様子やメニューもそっくりです。ごちそうさまでした。